松山があれですね。さあ、それでは今日のヒーローはこの方、松山です。放送席、そして場内の皆さん、ヒーローインタビューです。今日6打点の松山選手です。6打点いかがですか。はい、まぐれです。はい、先制タイムリーヒットがあって、そして4回の勝ち越しのホームラン、まあ、有利なカウントからのバッティングだったんですけど、振り返っていただけますか。そうですね、あそこはもう2ボールだったので、1、2、3のタイミングでまっすぐだけ狙って打っていきました。手応えはどうでしたか。結構良かったです。はい、そして5回の3点タイムリーですね、同じくバッティングカウントからだったんですが、あそこ逆方向へのバッティングでした。どんな意識だったんですか。そうですね、左ピッチャーだったんですけど、まあ、力まずに、まあ、自分のバッティングをできればいいかなと思って、シングルヒットでもいいやと思って、まあ、いい結果が出て本当に良かったです。第4打席、第5打席サイクルヒットへの意識はどうだったんですか。正直ありましたけど、やっぱり難しいです。はい、昨日も2安打、自身のバッティングの状態は今どうですか。そうですね、バッティング状態はずっといいので、もっと続けていって、CS 争いも本当激しいので、そこをやっぱりカープが抜け出して CS 行けるようにもっともっと活躍していきたいと思います。後半戦、特にカープの打線がよくつながるように思います。チームの打線雰囲気はどういうふうに見てますか。そうですね、本当に、野手がつないで点数も取れてきているので、こういう試合をどんどん続けて勝っていきたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。今日6打点の松山選手でした。松山選手の喜びの声をお聞きいただきました。まあ、サイクルヒットもあとわずかというところだったんですけどね。意識してましたね、はい、ね、当然ですよね。やっぱり意識すると難しいんですね。あ、そうですね、当てにかかったりね、はい、体が硬直しましたよね、はい。